皆様、こんにちは。本日は特許庁×リンク J ライフサイエンス知財の学びシリーズ、知財権利取得と活用の肝、第3回、産学館連携故障社会実装の鍵、産学館連携ブースト編にご参加いただき誠にありがとうございます。私は本日、司会を務めます、リンク J の宮田と申します。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。はい あの本日が第3回目となりましてあの画面でお示ししているようなプログラムに沿って進めてまいりますセッション中はウェビナー上では皆様からの質問を受け付け各講演後に登壇者の皆様にお答えいただきますご質問はウェビナーの QA 機能および会場のお客様挙手をお願いいたします色の盛り上がりや質問数に応じ終了を10分ほど延長する可能性がございますのであらかじめご了承ください 質疑応答終了後、リアル会場ではネットマーキングタイムと題し、直接視聴者の方と登壇者の方がお話しできる機会を設けております。ぜひ最後までお楽しみください。リンク J から2つお願いがございます。1つ目は、本セミナーの撮影、録音はご遠慮ください。2つ目,2つ目は、ウェビナー退出時及び会場配布資料にアンケートが表示されておりますので、イベントのご感想をぜひお寄せいただけますようお願い申し上げます。 今後の今後のイベントの企画に生かしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願い申し上げます。はい、それでは早速でございますが、講演の方に移らさせていただきます。はい、まずはじめに3月間連携ブースあの連携をブーストする特許庁の大学向け知財支援施策取り組みと題して、特許庁総務部企画調査課活用企画係長の平井嗣仁様にご講演いただきます。平井様よろしくお願いいたします。 えー、ただいまご紹介にあ,とかありとました平井と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。えー、それでは早速、えーと、このようなタイトルでご、あのー、説明させてあげたいと思います。はい まあ、その前に少しちょっと簡単に自己紹介なんですけれども、えー、私、えーと、特許庁で、えー、このような肩書きであの、えー、やらせていただいております、ヘライと申します。えー、私、まあ、ここにちょっと白紙と書かせていただいており、えーと、大学で、まあ、10年近く、えー、と研究をした後、ちょっとこの仕事に就いておりまして、ですので、まあ、それなりに大学、 についてはいろいろ見聞きしてきましたというところを一応お伝えしておきます。で、えー、と特許庁に入りました後はあのは、主に通信技術に関する特許出願の審査に従事しておりました後現在、この大学の、えー、知財の活用支援等に従事しております。よろしくお願いいたします。では、えっ、ー、と、閣論にちょっと入る前に特許庁の大学向けの、えー、と知財支援施策取り組みについて、えっ、ー、と、外観をちょっと。 お示ししたいいと思います、えー、と意外とですね、特許庁が大学支援やってるんやってよく言われることもございまして、これはちょっと我々の力不足なんですけれども、ぜひちょっと特許庁でも大学の支援をやっているんだというところを知っていただければと思います。えー、主にまあこの人や金の面であの支援を行わせていただいておりまして、えー、とこの青枠の事業が人の支援、で緑枠のところがお金の支援というところになっております。まあ、それぞれあの後ほどご説明いたしますが。で <laughs> 特に、えっと、こちらいろいろ書いてありますけれども、えっと、この産学連携スタートアップアドバイザー事業ですとかあとは下に書いてある知的財産プロデューサー事業につきましてはインピット事業として行っているものでございますのであのこの後あのインピットの平出様からご説明があるかと思いますであと特区庁からはあの大学へあの出向させていただいてその産学連携活動の道に従事させていただいたりもしておりまして あのこの後あの発表される中谷先生なんかはそのような方になっております。という形でこのように,やに、まあ、外観としては支援をさせていただいております。でこの中で特に、えー、と本日はこの知財戦略デザイナー派遣事業、あと,、えー、とこのスタートアップ設立に向けた外国出願支援事業、あとモデル契約書についてちょっとあのかいつまんでご説明したいと思います。では知財戦略デザイナー派遣事業なんですけれども、こちら。 なかなか、えー、と大学の方でその産学連携のための人材というのがいらっしゃるんですけれどもなかなかちょっと手探りがまだまだ続いておられるというところでなかなか研究者に対する支援をどうしたらいいのだろうというところにまだような課題があるというふうにあの認識しております。 でそこで本事業ではあの、知財の専門家ですね、例えば VCE の経験者ですとか、企業の知財部の出身者ですとか、あとは弁理士の方ですとか、を専門家を派遣しまして、でこの大学研究成果の事業化やスタートアップ設立のところに関しまして助言をいただくというようなところで支援をさせていただいております。まあ、イメージとしましては、下のところにありますように、あの本来まあこの URA というあの産学連携を 担当されている人材の方が大学にいらっしゃるんですけれどもこのような方と、まあ、この知財の専門家の知財戦略デザイナーという方がチームを組んで大学研究者のところを訪問してこの研究成果どうやって知財化していこうとか、まあ、もっと言うとどう事業化していこうというところを議論しましてで実際に知財化しようとなりましたらあの権利取得しましてで権利取得した後どうその えと共同研究ですとかスタートアップ設立に結びつけようというところの活用のところまであの伴走的に支援させていただくというような事業になっております。でこちら、まあ、ちょっと若干宣伝になるんですけど、来年度はあのインピットでの実施を予定しておりまして、現在あの、まさに派遣先大学を募集している最中でございまして、4月28日締め切りというところでございますので、あのご関心のある方はこちらのホームページからご覧いただいて、ぜひご応募検討ください。 知財戦略デザイナーの支援内容ですけれども、まあとであの知財戦略デザイナーとしてご活躍いただいてます渡辺先生より詳細なところがある話があるかもしれませんけれども、このように発明の発掘ですとか、えー、とまあどういうふうにこの先生の技術を 活用していけばいいのかなというところの検討ですとかそこから踏まえてどういう出願をするのかそもそも出願すべきなのかというところの検討ですとかあと権利をどう使うのかというところを支援させていただいております。で本事業の成果ですけれども、えーとまあ、3年間の実績というところで、まあ、支援大学数が32ですとかあとはそうですねあの締結した共同研究やライセンス契約 等のところでご時1ですとかあとスタートアップ設立に結びついたような案件もありまして6件というふうになっておりますあと本事業ではですねあのどうしてもその派遣先派遣できる大学数に限りがありますのでその派遣がなかなかちょっとできていないというところに関しましてもこのようにあの デザイナーさんの知見をちょっと集約した慣れ知集というものを毎年作成させていただいておりまして、こちらをまあちょっとご活用いただければなというところで作成いただいております。で今年度の慣れ知集については今、鋭意制作中でございまして、4月ぐらいに出せるかなと思いますので、もしご興味がありましたらお願いいたします。でここの特に2021年度の慣れ知集につきましては、えー、と結構その、えっ、ー、と、 私の周りではっていうところで恐縮ですが、結構ご興味をいただいておりまして、ただちょっと知名度が足りないというところで、ちょっとここも宣伝させていただきたいんですけれども、えー、とこの地財戦略デザイナー派遣事業におられて、得られた知見を取りまとめたものでございまして、こちらはこの研究結果をその社会に実装していくまでのプロセスに沿ってあの、えーと、マニュアルの形式で記載させていただいているものでございまして、えー、いろいろとその,あのためになる。 ことが書いてあるというふうにちょっとあの強く押していただいている方々もちょっといらっしゃいますので、ぜひご存じない方はあのご覧いただければと思います。では次にスタートアップの、えー、外国出願支援事業なんですけれども、えーと、特許庁では、えー、と外国出願支援事業をやっておりまして、も、えー、ともと中小企業等を対象とした外国出願の支援事業というのはやっておりました。 でまあ、もちろん中小企業の中にはスタートアップも入りますの、ね、で、スタートアップが活用できるような事業はあったんですけれども、そもそも最近、あのスタートアップを設立するということになった時には、そのスタートアップを,を立ち上げるにあたっての元となる技術はどこで生まれているのかとなると、大学で生まれているというところで,で、そうなりますと、当然、起業する前に権利をちゃんと保護しておかなければまずいというところが。 ございますただなかなか海外の出願はものすごくお金がかかるというところがございますので、まあ、そういったところでちょっと資金面をあの助けられるよというところであの今年度新たにそのようなところの出願を補助させていただくような事業をさせていただいております。で、まあ、こ,ちらこちらにちょっとざっと書いてあるんですけれども、えー、と半額の補助をさせていただいておりまして。 えー、ちょっとすみません、少しパッと飛ばすんですけども、まあ、このようなスケジュールでやっておりました。来年度なんですけれども、こ、えー、と、まあ、今年ちょっとあの出願しかちょっと補助できなかったんですけれども、中間オートですね、拒絶理由通知に対応する時の費用とかも補助対象になる予定でございます。また、また大学さんですと、特にあの費用出願費用等はスタートアップが負担している場合が多いというふうに伺っておりまして、その場合がちょっと、 どうしても手当てできていなかったというところで、そちらも申請可能になるようにあの手当てするというところで、申請要件の緩和もしておりますので、ぜひ今年度もあの今年度じゃない、来年度ちょっとご活用いただければと思っております。最後にモデル契約書についてでございます。 モデル契約書ですけれども、これは、えーとまあ、政府の取り組みとしてあの取りまとめております、あの契約書の雛形といいますか、例示ということでございまして、こちら、えーとまあ、そのスタートアップや大学や事業会社が、まあ、連携してあの、知財の成果を、あ知財を、まあ、事業価値、<laughs> 知財等から生み出される事業価値の層を最大化できるような契約書の例を提示というところでございまして、えーまあ、要するに、あの 大学やスタートアップ、事業会社、どこかが一方的に特効するよというような形ではなくて、ちゃんとみんながウィンウィンになれるような契約書のひな形を提示するというところでございまして、でさまざまあの考えられるあの、えー、形態に応じてあの、契約書の例を提示させていただいておるものでございます。でまあ、今回ちょっと 大学向けというところもありますので、大学とスタートアップが関与するものですれは大学と事業会社があの組んでやるもののときというものの大学編というものがございまして、まあ、こちらもちょっとぜひご活用いただければと思っています。具体的にちょっとどういうことが書いてあるかを少しだけ解説までご説明しますと、えー、とまずまあこの想定シーンというところが <laughs> 記載されておりましてで、その想定シーンに沿ってあの、各条項ですね、具体的にこういう条項を 立ててみたと。で、あとその条項が立てられている理由とかっていうところが解説されています。で、あと当然契約書なんでその状況に応じてあのカスタマイズする必要が当然ありますので、この変更オプションの条項というところでカスタマイズした時の例とかっていうところも記載されております。 でまあ、ちょっとこういう契約書を示しあのモデル契約書といいますか、こういうひな型を示しますと、ちょっと時々、誤解いただくときがあるので、ちょっとお伝えしておきたいんですけれども、こういったものは基本的にこのまま使えるというものではなくてです、ね、あの当事者の議論を踏まえて、チューニングが必要ですので、まあ、ゴールドスタンダードではないというところだけ構注意いただいて、あの当事者であの話し合う際のたたき台としてご,ご活用いただければと思っております。 でえー、と最後、具体的にどういうことが書いてあるかですけれども、まあ、例えば、まあ、大学とスタートアップでラインセンス契約を結ぶときですとか、共同研究契約を結ぶとき、あるいは大学と事業会社の間で共同契約やコンソーシアムの契約を結ぶときなどについての,あの情報が載っておりますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、以上でごごござざざいいいままますす本日はあありりががととうう様した 続きまして、産学連携の促進に向けた、知財戦略デザイナー派遣事情の取り組みの紹介と題して、伊藤克弘国際特許事務所の渡辺慎一様にご講演いただきます。渡辺様、お願いいたしますえ皆さんこんこにちはベネッション渡辺慎一と申します。 私からは、産学連携の促進に向けた知財戦略デザイナー派遣事業の取り組みについてご紹介させていただければと思います。まずですね、私の経歴としては2003年から弁理士をやっておりますが、4年前の2019年から京都大学に派遣していただいて、知財戦略デザイナーとして活動させていただいております。 なおですね、今日お話しする内容につきましては、知財戦略デザイナーは全部で14名ほどおりまして、それぞれ派遣先大学の事情に合わせた活動を行っておりますので、あくまで京都大学での私の活動についてのご報告になるという点を初めにお断りしておきます。 またですね私自身は京都大学の他にもいくつかの大学の知財の支援を行っておりますので今日お話しする内容は京都大学の事例のみに基づくものではなくてこれまでの私の経験を総合した内容であるという点もお断りしておきます。でまずですすね最最初にに近の特許に関する話題として モデルナの mRNA ワクチンの特許をファイザーが侵害しているとして、モデルナがアメリカとドイツで訴訟を起こしているとニュースを取り上げますが、なぜこの話題から最初に始めるかと言いますと、実はこの mRNA 医薬の基本特許というものはペン,シルバペンシルバニア大学が保有しておりまして。<laughs> モデルナもファイザーもペンシルバニア大学の特許のライセンスを受けて、えー、mRNA ワクチンを製造・販売しているというのをご紹介したかったということでありますで。その結果ですね、ペンシルバニア大学は年間3億ドル以上、今のレートで400億円以上の特許収入を得ておりまして、 さらにここで言いたいことはですね、このような結果となっているのは、そもそもこのペンシルバニア大学が mRNA 医薬の基本発明をきっちり特許出願していたからこそ、こうなったということでありますで。もし仮にですね、ペンシルバニア大学が、えー、とこういう発明をきちんと発掘できずに見逃して、えー、と特許出願せずに、えー、と論文発表だけしていたら、まあ、こういうことにはならなかったということです。 で一方、日本の大学はこういった適切な権利化をちゃんとでき,てできているのでしょうかということを今日はちょっと問いかけてみたいということであります。でそれで私が4年前から派遣されているのはこの京都大学になります。で私は特に医学領域を担当しています。で京都大学といえば iPS 細胞ですとか、えっと、PD1 抗体。 といった素晴らしい研究成果が生み出されておりまして、え当然これらについては知財による保護がなされていて、え実際大きな経済的利益を生み出していますで。その結果、現状日本の大学の特許ライセンス収入のランキングでは、京都大学がトップになっております。 ただです、ね、このように特許収入トップの兄弟であってさえもこちらの統計データ、ちょっと小さいですけどこちらに示されておりますように研究者1人当たりの特許出願件数は0.1件つまり、まあ、単純に言うと10人中9人は特許出願していないという現状です。 つまりここで言いたいことは、この9人の特許出願していない人たちの研究成果に、先ほどの mRNA 医薬の基本発明のようなものが含まれてしまっている、あるいは今後、含まれてしまう恐れはありませんかということであります。 ではどうしたらいいのかということで、まあ、その完全な回答ではありませんが一つの試みとして京都大学ではこれまで特許出願の経験がほとんどないあるいは全くない研究者の方々を対象に知財に関する相談会というものを開催して、まあ、ちょっとずつでも知財マインドを持った研究者の方々の裾野を広げるという活動を行っております。 でそのための集客活動といいますか研究者の方々へのお声がけはえ普段競争的外部資金つまり研究費の獲得の支援を行っている URA ユニバーシティリサーチアドミニストレーターの方々に積極的に行っていただいていますでこの URA の方々というのは外部資金の獲得の支援を通じてこれまで特許出願の経験がなかったような研究者の方々にも日常的にリーチすることができるという点が一つのポイントかと思います でそれで実際、ですねこの相談会の方で研究者の方々とお話しすると、えー、最初の質問はあのこれっって知になりますすかといいたものが多いで,すで特許出願に興味はあってもどういうものが特許なのかわからなかったのでなかなか前に進められなかったということかと思います。ですのでまずはこういった簡単な質問も気楽にできるような環境づくりから始める必要があるのではないかというふうに思っています。 こちらの方には具体的に、まあ、特許なのかどうか実際に質問された例を示しておりますがこれらはいずれも専門家であればもう一瞬で特許になりますよと回答できるような質問ですただこれまではこの初めの一方的な疑問が解消できなかったためになかなか特許がに至らなかった例も多くあったのであろうというふうに思っています でそれであの相談しに来られた先生の研究成果が、まあ、特許の保護対象ではあるということで、もうちょっと具体的に検討しましょうということになった場合はですね、最初に確認しないといけないのは、先生、新規性ってご存知ですかということです。でこれはあの知財をちょっとでもかじった方であれば、誰でもご存知の新規性の概念ですけれども、実際いまだにこういう話をするとああ、学会発表しちゃうと、時は取れないんですか、勉強になりますとおっしゃる先生も結構いらっしゃいます。 そういった事例をですね目の当たりにしますと、これはやはり先ほどのペンシルバニア大学のスライドでお話ししたような懸念をリアルに感じるということです。しかし逆にですねこういった素直な感想を研究者の方々からいただいたときには、やはりこの兄弟での活動にはまあ大,き大きな意義があるというふうにもリアルに感じております。 また併せてですね相談会の時には進歩性などの他の特許要件についても基礎的な知識をお伝えするようにしています。で特に進歩性に関しては研究内容をお聞きした上でどのような発明であっても特許庁の審査で必ず一度は指摘されるものなので事前によく対策を練っておく必要がありますよといった割と実務的な知識もお伝えしています。 でここで、えー、研究内容をヒアリングする際にですね、心がけるべきだなと思っていることは、えー、発明者とベクトルを合わせるといいますか、まあ、発明の内容を聞いて、まあ、こんなも,のはもう進歩性がないから特許ならないみたいに否定して終わりにしないということです。でこれは先ほど申し上げたように、まあ、どんな発明であっても、まあ、多分仮にノーベル賞金の素晴らしい発明であっても、特許賞での審査では、まあ、必ず進歩性の拒絶は出ると。 もう何を出願しても、まあ、特許庁さんには一度は否定されるので、えー、とそれをさらにです、ね、学内の知財部レベルで否定しても、まあ、仕方がないとでそれよりもではどうやって進歩性の拒絶を克服できるか事前に一緒に考えた方が建設的でしょうということですあとですね新規性進歩性のほかに、えー、専門用語でいうところの、えー、自治化の要件サポート要件についても考え方をお伝えしていますでこれは、まあ、要は広く強い権利を得るためにはどうするかということです で結論から言うと、まあ、頑張ってデータをたくさん取ってくださいねとしかほとんど言えないんですけれども、まあ、そういうこともお伝えしています。でそれで特にこのデータに関しては、えー、認識の違いに注意する必要があるかなというふうに思っております。でこれは例えば、まあ、知財部側からはですね、まあ、研究者の方々がまあ学会とかで発表してしまう前に特許を出せるように 常々早めに相談しに来てくださいねと、まあ、お,伝えしてくるお伝えしているとで。それを聞いた研究者が、まあ、実際早めに知財部に来てみると、えー、とこれじゃあちょっとデータが足りないで特殊ができませんねとあっさり言われたりして、まあ、そうすると研究者は、まあ、だったら最初の話は何やったんやというような気持ちになったりすると、まあ、そんなすれ違いにまあ注意する必要があるかなというふうに思っています。まあ、ですので、えー、と研究者が早めに相談に来てくれるということはまあ本当にいいことですので、まあ、仮にデータが少ないような場合にはそれを補強する するためにまあ、どのような研究計画を立てるべきかまあここでも建設的に議論すべきというふうに思いますで、以上のようなえっと基本的な知財の知識をインプットするだけでもですねまあ、研究者の方々というのはまあ本来あの非常に優秀な方々ですのでまあ、それを踏まえて特許出願を考慮した研究計画を立案できるようになるのではないかというふうに思っております でその結果として、えーと、大学の研究成果の社会実装の促進につながれば嬉しいなと思っている次第です。えー、となおですね、まあ、この相談会の方では、まあ、特許出願に関してだけではなく、えー、と企業との共同研究ですとか、共同出願といった契約の交渉の支援も行っておりますし、えー、とスタートアップの支援に特化した、まあ、私とは別の知財戦略デザイナーも、えっ、ー、と京大の方に派遣されておりまして、研究成果の社会実装に向けた支援を行っております。 ということで、えっと、私からの発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。渡辺様、ありがとうございました。それでは続きまして、次の声に移りたいと思います。次は、産学連携スタートアップアドバイザー事業の概要と、産学連携活動の取り組み紹介と題しまして、独立,独立行政法人、工業所有権情報研修館 知財戦略部統括参画連携スタートアップアドバイザーの平出高久様にご講演いただきます平手様よろししくお願い,いたします。 あえっと、インピットの平出です。えっと、インピットで,そうです、ね、もう7年間あの、産学連携、まあ、知財とか大学の知財とかです、ね、産学連携の支援をずっと、まあ、やる事業を担当してきましたが、えっと、先ほどの渡辺様と違ってです、ね、私あの、現場で直接支援をしているわけではなくて、まあ、現場で支援している人たちを、まあ、束ねるちょっと仕事をしていますので、若干その取り組み紹介もです、ね、あの総括的な内容になっているかもしれないですけど、ちょっとそこはご容赦ください。であの前半がちょっと事業のの概要なので ここはもう PR なんでかっ飛ばしていきたいと思います。えっ、ー、とですね、えー、と前半のですね、授業の概要は、まあ、こんな内容をご紹介したいと思います。で、えー、とこれがですね、イン p ットの、えーとまあ、3本の柱。 それぞれの柱の中でまあいろんなあのメニューがあるというような形になっていて、えー、この中のですね、今日はこの第2の柱のところの、えー、特にこの赤い字で書いてある「産学連携スタートアップ相談窓口」それから大学パートナー企業へのまあ専門家派遣という、えー、と今日のまあタイトルである「産学連携スタートアップアドバイザー事業」のまあところをメインで説明をしますが、えー、とまあ我々のところですね、もう一つやっているこの青で書いてある公的 R&D プロジェクトへのまあ専門家派遣とかですね あと先ほどあの特許証の平井様からご紹介ありました、えー、と知財戦略デザイナー派遣事業も、まあ、あの来年度から我々のところでやることになりますので、えー、と一応、まあ、ページだけちょっと作ってあります。じゃあ最初にですね、この中の、えっ、ー、と。 まず、あ、三学連携スタートアップアドバイザー事業ですね、これ、あの我々があの昨年度まで,です、ね、6年間、まあ、その前から大学の,あの知財の支援はずっとしてきてるんですが、えー、昨年度まで6年間は、今度、大学のまあ知財あ、えーシーズですね、社会実装をするため、まあ、事業化に向けての支援というのをずっと6年間やってきましたので、まあ、今回、それをさらに進めようということで、三学連携スタートアップアドバイザー事業、今年度と来年度の2年間ということで進めています。 で、スキームはですね、あの二つあって、えっ、ー、と、先ほどちょっとご紹介したように、三学連携スタートアップ相談窓口。えー、という、まあ、相談人材育成型支援というものと、それから大学スタートアップ等への、まあ、知財専門家派ということで。プロジェクト伴走型支援という二つのスキームを用意しています。で、最初にですね、えっ、ー、と、この伴走型支援っていうのは、まあ、後で出てくるんですが、全国の、あの、大学、えっ、ー、と、十七大学。 の20プロジェクトを支援しているんですが、まあ、それというのはごく一部だということにどうしても支援がなってしまうので一、えー、つ目の,です、ね、この相談窓口三学年間スタートアップ相談窓口というところで、まあ、全国の大学どこでも相談できるようにということで設けたものになります。 でこれはです、ね、あの全国の大学もどこでもいいんですがあ大学だけじゃなくてちょっとここにあの書いてありますが右下に書いてありますが大学と,、えー、と高専が対象になっていますでそこから、まあ、産学連携、まあ、知財も含めてなんですが相談がこの真ん中の我々のところに来るとです、ね、そうすると、まあ、我々の方でこれちょっとあの発明推進協会というところに委託をしてますので、まあ、そこにいるあの産学連携スタートアップアドバイザー10人いるんですがこの10人がまああの実際の大学相談に対しての支援を行うというようなスキームに なってますで我々インピットでちょっとさっきのところにも出てたんですがあの全国47都道府県にあの知財総合支援窓口というのを持ってましてそちらの方にでもですねあの大学の方からご相談来ることありまして、まあ、そういう場合にはですねあのものによっては我々と連携して支援をするというようなこともやってます。で、あの、 これ実は今年度はですね、ここに書いてある、上側の右下に書いてある対象となる相談にああの書いてある大学と高専からの相談だったんですが、この4月から来月からはですね、大学発スタートアップからの相談も直接受け付けるという風な予定になっています。 でまあ、あの一番上に書いてあるのが、えー、とウェブメール、電話そうあので受け付けますみたいなことが書いてあって、えー、と相談は無料ですということで、まあ、主な支援メニューをざっと書いてあるんですが、えーとまあ、ご相談に対してこういうアドバイスをしますというのが書いてありますが、えーと、一番下ですね、一番下だけちょっとアドバイスじゃなくてですね、大学等からですね、あの 産学連携とか知財のセミナーとか講演をや,やりたいということのご相談を受けたときには、まあ、講師の派遣もしてますというようなところがちょっと他のとは違うところになります。でえー、ともう一つ専門家件でですすけど、えー、とこれはですねあの 今年度と来年度2年間の支援でも2023年度は新規公募してないのでちょっと本当にご紹介だけになってしまいますがえっ、ー、とアドバイザーがですね産学連携プロジェクトの、まあ、パートナー企業と大学の両方を支援するというようなスキームになっています両方に行って、まあ、あの産学連携の支援をするというような内容になっていますで、えーとまあ、全国、えー、と20プロジェクト17大学を支援しているというような格好になってまして であとはですね、これが参考なんですが、さっきちょっとお話しした、えー、と知的財産プロデューサー派遣事業というものになりまして、競、え、争、ー、的な公的資金があの投入されたプロジェクトですね、これは大学だけじゃないんですが、大学研究機関のプロジェクトに対して、えー、これは知的財産プロデューサーを派遣するというものになっています。あの競争的な資金が投入されたわけですので、まあ、知財を最初のうちにちゃんと整理して、まあ、しっかりしておかないと、えー、世の中の社会実装のここで、まあ、困るということがないようにですね、まあ、そういうことで、あの我々の の知的財産プロデューサーがマック支援させていただいているっていうものになります。こっちは数が多くてですね、全国でまこのぐらいの数えっと50を超えるプロジェクトを支援をしています。 これがですね、先ほども、特庁の平井様からご紹介ありましたので、えっと、説明はしないんですが、えっと、知財戦略デザイナー派遣事業ということで、スケジュールだけちょっとお話ししますが、先ほどご紹介いただいたように、4月28日までが、ねまあ、大学の募集締め切りになってまして、えっと、来週ですね、3月17日に公募説明会もありますので、あのご関心のある方は、そちらにも参加していただければと思います。で、7月からまあ3月までの支援ということになります。ということで、あ まずいなここまでで時間をちょっと使いすぎましたが <laughs> でこのあとですね産学連携活動の取り組みというのをお話しするんですが、えー、と大学の産学連携はですね主なあの我々としてまあ思っているまあなんとなくこんなものっていう感じで、えー、と真ん中に書いてあるプロジェクトの創出から、まあ、ビジネスモデルのプランニング知的財産のマネジメントその他まあいろんな社会実装に必要な要素という形で我々考えてまして特にこの真ん中のビジネスモデルのプランニングと、まあ、やっぱり知的財産のマネジメントっていうところが大事でこのところを まあ行ったり来たりして、あの行ってまあ最終的にあの社会実装実事業化に繋がるというふうに考えてます。で、えっ、ー、とこのビジネスモデルプランニングのとかだけちょっと今日お話し,したいんですが、このうちのですね、このビジネスモデルの確認。 っていうところもうちょっとあのそこの一点に絞って今日はお話ししようと思うんですがビジネスモデルの確認これがやっぱり社会実装するところでは非常にあの産学連携でも大事なところになりますのでこれちょっとお話ししたいと思いますえー、っと我々ですねの支援の中ではここの,のビジネスモデルのところ確認のところでこのビジネスモデルキャンバスというものを使ってますこれはあのもう相当昔から使われているものなんですけど、まあ、あの我々なりにいろいろちょっとカスタマイズしたりしてであともう一つ関係図っていうものとセットです 使うことによって非常にそのビジネスモデルを、まあ、あの分かりやすくするものでここに書いてある、えー、と並べてある関連情報って書いてありますが僕はこういった情報をまあ集めてですねちょっとあの1枚の、まあ、A41 枚で表現するようなものなんですけど、まあ、それに表現してまあビジネスモデルの可視化をするというようなものです。であの えっと、ビジネスモデルキャンバス世の中で使われているものはこの、えっと、9つなんですね、カラムが9つあってで、それに我々実は一番上のビジネス,ジジネスモデルの主体というところだけこれ付け加えて使っています。ここだけあの世の中のものと違っています。産学連携やるときの大学もあって企業もあるので、登、え、場、ー、人物が多いので、なかなかその誰がビジネスこのビジネスをやるのかというところはです、ね、なかなかはっきりしなくてそう、それがはっきりしないとこの下側がぼやけてしまうので、まあ、この主体をはっきり させようということで、そこをまあ付け加えてますが、この中で一番大事なのはですね、やっぱりえっとこの右側がですね、マーケット側の話になっています。大学の先生はあのご自身の研究、まあ、研究の関心、まあ、ご関心でですね、いろんな研究されると思うんですが、まあ、いいものができて世の中に役に立,立たせたいというふうに考えると、まあ、産学連携に行って事業化を考えるわけなんですけど、まあその時に一番大事なのはやっぱり右側のお客様。 それから真ん中にお客そのお客様にどういう価値を提供するかというところが大事ですので、まあ、そこのところが一番大事なんでそこをよく考えようということで、まあ、全体のカラムはあの事業計画書のまあ主なポイントみたいのが書かれるようになっています。 でえー、と一番右のお客様にどういう価値を提供したら、えー、そのお客様からどういう収入をいただくかっていうのが、この右下の収入の流れ、ちょっと字が小さくて申し訳ないんですが、えー、とまあ右側がマーケット側の話で、まあ、そういったところを表現するようになっていて、まあ、これを全体を書くと、ですね情報を集めて書くと、えー、と右下に書いたようにビジネスモデルの可視化ができて、えー、いろんな方々と共通認識ができると。 いうことでで使っているものですでこれが関係図でビジネスモデルキャンバスと使セットで使っていてです、ねまあ、登場人物を、えーとまあえー、と表現して見やすくしたものということで、まあ、利害関係とかです、ね、その辺がまあ分かりやすくなるということで我々これをセットであの全ての三角連携プロジェクトで、まあ、使っていますと。 いうもので,すでこれあのえっ、ー、とまあ最初に書いてみるとですね検討不十分だとか分かったりあとはまあいろんな会議で全体像が共有ができたりあるいは、えーとまあ、その後ですね簡易に見直しができるというようなところで、まあ、非常にあのいいかなと思ってずっと使っているものになります。 であのこれについてはですね、われの作っている三角連携支援マニュアルの資料編っていうものがあってですね。ここにもうちょっと詳しく書いてありますので、まあ、ご関心のある方はこの。えっとメールアドレスにメールを送りくだされば、あの無料で配布してますので、どしどしあのご要望いただければと思います。はい、以上になります。平手様、どうもありがとうございました。それでは次の講演に移りたいと思います。 講演のタイトルが東京大学の産学競争機材活動と題しまして東京大学産学競争推進本部副本部長の中谷雄一郎様にご講演いただきます中谷様よろしくお願いいたしますはい、えーと、東京大学の中谷でございます、えー、と本日は貴重な機会をいただきましてありがとうございます えと私あの、1995年に特許庁に入庁いたしまして、まあ、いろいろな審査以外の業務も経験しているんですが、えー、と去年、あすみません、失礼しました、21年です、ね、の7月に東京大学に、えー、と着任したということになっています。まあ、1年9ヶ月の経験をです、ね、ここでご発表する機会が得られて嬉しく思っております。 えとそれで、えー、私のいる部署、あの産学競争推進本部というところでございます。まあ、こちらのスタートアップ推進部が、まあ、スタートアップの支援をしていると。 で右側のです、ね、知財契約管理部というところで、まあ、契約グループというところでは、あの知財の契約以外にもです、ねえーと、共同研究とか委託研究とか、そういう研究の契約のサポートをしているというところでございます。また、あの知財管理グループでは、まあ、特許出願とか、まあ、ライセンスの契約、そういうところを管理していると、まあ、ここでは東,京東大 TLO が密接にあの連携しているというところでございます。 でまた、産学イノベーション推進部というところで、まあ、ギャップファンドみたいなものをあの運営しておりますし、また、国際オープンイノベーション機構というところでは、まあ、いくつかのプロジェクトについて、まあ、特にあの複数の企業さんが関わるようなものについて、えー、とプロジェクトを進めていると。で、私、ここで副本部長ということで、副本部長、結構いっぱい数がいまして、まあ、こちらのいろんな各部がやらない仕事をです、ね、匿名的にやっているというのが、私の立場になります。 で私、特にやっているのがあの、知財報告書を作るということをや,りましやっております、まあ、その他にもいろいろやっているんですが、半分ぐらいはこれを占めております、えーとまあ。民間企業の皆さんにとっては、あの21年の6月にです、ねえーと、知財の情報を開示してくださいということで、コーポレートガバナンスコードの改定があったわけでございますけれども、まあ、東京大学もです、まあ、寄付金とか、あとは大学債みたいな形であの、民間の方からお金をいただいて活動するというところがございます。えー、と企業に なってですね、大学ではの中ではまあ先駆けてまあこういう知財の情報の開示というのを積極的に進めていこうということで取り組んでいるところでございます。こういうところの,あの知財報告書のグラフというのが今日いっぱい出てくるということになります。 で今日お話しする内容なんですが、佐、ま、賀、あ、競争という意味では、まあ、共同研究みたいなもの、さらには知財、スタートアップという3つの切り口があるかと思います。えーとまあ、共同研究関係ではです、ね、研究とまではいかないまでも、学術指導みたいなものもあるかと思いますが、今日はあはこちらについてはあまり詳しくは触れないというところになります。 で、こちらがあの共同研究に関する、まあ、お金の収入のグラフでございます。えっ、ー、と、右肩上がりになってございますが、ここの青い部分ですね。ここが、あの、いわゆる、あの東大の中では、先が競争というふうに呼んでいるんですけれども、あの、一般では組織体、組,組織。 関連とか組織対組織の共同研究ということで年間数億規模のやつを複数年契約するみたいな大型のやつがあの青でございます、うん、最近このこちらの大型のものについてはですね、まあ、大学とあと企業のトップ同士で話を合意して、えー、合意がつあそういう合意のもとにあの個別にあの特命チームを作ってプロジェクトを走らせると、まあ、そういうようなあの、えー、やり方をとっておりますでそれ以外のまあ 従来型の共同研究というのはどういうふうになっているかと申しますと、まあ、基本的には部局と企業の間でやる、まあ、部局というのはあの工学部とか農学部とかそういう単位でございますねそういうところが主体となってやっているというところになります、えーとまあ、産業競争推進本部の方ではです、ね、先ほど申しましたとおり契約という面であの各部局をサポートするという体制が一つありますまたです、ね、あのここの あのどういう研究者がいるのかというところが情報発信という意味でこちらにありますような三角競争三角連携プロポーザルということで、えー、とこういう情報発信というのもやっているところでございます、まあ、その他にもいろんな情報の取り方東大の中にどういう研究が走っているかという情報の取り方あろうかと思いますけれどもまあえっ、ー、と えー、こういうのもありますというところで本日ご紹介しました。で具体的にあのどの部署に連絡すればいいかというところは、えー、と産学競争水準法務のホームページから見ていただけるということになります。で続いて、まあ、知財の話になるわけなんですけれども、えー、と発明届の数のグラフがこちらでございます。 えとまあ、コロナの影響で1回落ちたんですけれども、21年度は578件ということで、えー、従来通りに戻ったというような状況がございます。で発明の、あこれは基礎出願ですね、一発目による出願でございますけれども、まあ、400件前後で推移していくと。で、こちらですね、あの過去10年の基礎出願について、その技術分野をちょっと取ったものでございます。 えと単独出願については結構ライフサイエンスが多いというような結果になっています。えー、と共同出願についてはですね、ちょっと単独よりは少ないんですけれども、えー、共同出願にもいろいろございましてあの、スタートアップとの共同出願とか、アカデミアとの共同出願というのもあるわけですけれども、そういうものについてはあのライフサイエンスというのが多いというような状況になっております。で、これが特許出願の数でございますけれども、えっ、ー、と、 単独共,有共同とありますがあの、まあ、単独については右肩上がりと、まあ、共同についてはまあ行ったり来たりというような状況かなというふうに思っております。 特許出願費用としては年間2021年度では2.15億ですか、ね、だったと思うんですけれども結構な額を使っていてここの予算をいくらどう確保するかというところで特に外国出願はお金がかかりますので先ほどご紹介あったような特徴の制度というのにも事態が大きいところでございます。 でまたあのこちらあの東大の特許ポートフォリオ全体でございますけれどもえと登録している件数というのは4700という規模でございますがあの出願審査待ちのものも含めますと7300とそういう規模になってございますライフサイエンスというのが結構な割合を占めるというのがご覧いただけると思っております でこういう特許について、どういうふうにあの、ライセンスの実績というのがこちらにございますけれども、えー、と2021年度では、えー、4200、えー、件というところでございまして、えー、と特にあのさ、えー、と21年度最高,記録を最高の数を記録したということになっています。 でなぜ、まあ、こういうような多くのライセンスができるかというと、一つと、まあ、一番のポイントというのは、東大 TLO と密接に連携していると、ここが一番大きいのかなと思っております。まあ、東大 TLO さんがですね、あのー、発明の届けが出る段階、場合によっては出る前からです、ね、あのプレマーキティングをしたりとか、市場性を調査したりして、あの一貫してサポートすると、こういうところが先ほどの数につなライセンスの数につながっているというふうに理解しています。 またあのこちら側の実際の,あの契約しているものについてなんですけれども、えー、と単独出願についてはスタートアップが多くて、特にライフサイエンスというのも結構な割合を占めていますとで。こちらはの共同研究、あ共同出願を共有相手方にライセンスしている内訳,ございます内訳でございますけれども、ライフサイエンスについては、ほ、まあ,あの,他の分野よりも、えー、とライセンスに至る傾向が出ているのかなというふうに理解しています。 でスタートアップ全体で40%を占めてあ、ライセンスの40%ぐらいを占めているわけなんですけれども、えー、と東大関連のスタートアップ数478、そのうちの132が知財を活用したスタートアップということで、えー、IP o され、数々あるところです、まあ。この東大のスタートアップなんですけれども、えーと、教育プログラムですね、さらには各種サポートプログラムというのが、まあ、シームレスに。あの 存在していていこれが一番の,重要あの効率的にスタートアップが起業しているというところかなと思っております。でえーとまあ 特にあのまあこの事体というところはあの東大だけでなくてですね、他の大学の方にも、大学とか企業の方にも利用いただけるものなので、ちょっと紹介したいと思いますけれども、これはあのグレーター東京イノベーションエコシステムということで、お金自体は JST さんの方からいただいている事業だと思いますが、東大と他の大学が連携していろんなプログラムを提供しています。東大の中ではあの研究者向けのアントレプレナーシッププログラム、これを運営しておりまして、これについて っ、えー、と協力この自治体に入っている大学の方々だけでなくて、企業の方にもあの参加いただける、そういうプログラムになっています。また、本日、企業の方もいらっしゃると思いますけれども、えーとえー、自治体とは別なんですけれども。 えー、イントレプレナーシップの,あのカリキュラムというのも提供しております。こちらは、えー、去年ですかね、去年、えーと、産学競争推進本部でプログラムを開発いたしまして、今年はあは東大エクステンション未来ビジョン研究センターの下で運営しているものです。来年も実施すると聞いておりますので、えー、ご関心があればぜひ利用してください。でまあ、そういうういいいい順調にいっているかと,いうと ている状況ではございますけれども、まだまだあの大きくする余地というのはあるのではないかというふうに思っております。まあ、そういう意味でですね、東京大学でもまあ地材戦略デザイナーを、えー、派遣していただいて、特に。 今年は農学部の方に力を入れているんですけれども、まあ、そういうあの裾野を広げる活動、これを一生懸命やっているところでございます。また、あの先ほど申しましたが、お金というと特許出願費用を含めて、お金というところは重要なところでございます、ポートフォリオを大きくする上では重要でございまして、そういうところから、特許あ、そういう観点でも、まあ、特許調査、えー、の事業というのは、大いに期待しているところです。はい どんどんあのと東大の知財数をこれを大きくしていって世の中に貢献していきたいとそういうことを思っております。えー、本日ご清聴ありがとうございました。中谷様ありがとうございました。早くも最後の講演となります。次の講演はあの講演タイトルの方が JST の知財活用支援事業の紹介となります。 あの国立研究開発法人科学技術振興機構知的財産マネジメント推進部事業知財支援グループ調査役の浜中信之様にご講演をいただきますただいま準備しておりますので少々お待ちくださいませ 例えばご紹介預かりました、えー、と科学技術振興機構の浜中でございます。えー、とレクシー JST といいますがちょっと自己紹介のスライドを入れるのを忘れたので簡単にあの私現職、えっとですね、2年前え一昨年の4月からおりまして、まあ、ちょっと今月で丸2年になります。 私も実はあの特許庁のもともと特許の審査官審判官でございまして出向で今行っているということであります。でえっとまあ、ずっと特許庁にだけじゃなくてですね、経産省に2回計4年とかですね、ドイツのミューヘンに留学とそれロ時間勤務で計5年とか、結構あの外もいまして、まあ、そういった経験、陰によをにかしながら今ちょっと2年間やらせてきていただいたというところであります。であの今日はですねあのこのような機会をいただきましてありがとうございます。で最初お話いただいたときにあのタイトルが「三学連携ブースト」ということだったので、 ちょっとご期待に沿うような話ができるのかなとはちょっと正直あったんですけども、まあま考えてもしょうがないので、我々がこの地雷活用支援事業というもので、まあ、何を考えてどういうことをやっているのかというのをざくばらにまあお話しできればと思って、ちょっとご用意をしております。でですね、また JSE の,のことあまりご存じない方もまいらっしゃるのかもしれないなと思って簡単にお話をしてから活用支援事業の話をしたいと思います。えーでせまあ、一番上の、まあ、いろいろ書いてありますけど、上の名称ですね、国立研究開発法人、まあ、独立行政法人の一つですけども、で 正式名称は科学技術振興機構と言います。でですね、何をしているか目的ですね、科学技術の振興を図る、まあ、名前のまんまなんですけども、えー、っとその位置づけてきたところとして、この科学技術イノベーション基本計画の中核的な役割の機関とされています。で、えー、っとあと、国立研究開発法人と申しましたが、あのいわゆる利権産とか酸素研犬産のように、自身が研究開発を行うわけではなくて、競争的資金をですね、まあ、配分する機関、ファンディングエージェンシー、FA と呼ばれてますけど、その一つであるということです。 これちょっと、どういうことかと,いうとあの、これ、パンフレットに載ってる例ですけども、この上にある文科省、まあ、これをですね、まあ都内閣府と、まあ、システィと一緒に、まあこう基本計画とか作ったり、作るわけですけど、でこれ決定機関なんですね。で、その実施機関という位置づけになっていると。でですね、であとそのファンディングエンジンシーだということで、自身がやるわけではなくて、大学にやっていただいたり、まあ、場合によっては産業界も一緒にやっていただくと、まあ、こういうようなことをやってるわけですね。 でえー、とこの基本計画ですね、社会実装というのが重要な観点として入っています。まあ、結果ですね、JST の事業においても、まあ、これ当然重要な観点となっていて、これはいろいろ出てくるわけですけれども、えーまあ、社会実装、大学とかがですね社会実装と、まあ、それはすなち産学連携だろうということで、ちょっと今,今日のサイトで社会実装って出てきますけど、まあ、ちょっと三角連携と同義のようなあの意味合いでちょっと使わせていただいております。でこれ、あの基本計画んですけど、ここにあの書いてあると、まあ、ちょっとそういう絵です、ございます。 でこれはの国内の,、えー、とそのファンディングエージェンシーのちょっと比較みたいなものですね。えーとまあ、ここにいますということで、えー、とどっちら、えー、左か。左,あ左側が基礎で、右側がまあ応用とかその市場までということで、あのまあ、基礎寄りにいるというふうな位置づけで,で、若干ちょっと応用にもかかっていると、まあ、そういうようないるということをまあご理解いただけるかと思います。でこれは JST 内の まあそのやってる研究事業のまあポートフォリオといいますか、不完全的なもので。 あのまあ、大体ここを見ていただければいいんですけど、その TRL でいうと、まあ、大体3までですね、POC を取る、取らないとかありますけど、まあ、この辺までが大体メインになっていて、で特にやっ,ぱやっぱ基礎のここですね、ここのボリュームがでかいということはちょっとご認識いただけるのかなと思います。ただ、ここだけじゃなくて、まあ、ちょっとその POC を取ろうというような話もやっていたりしまして、こんな感じになっています。で今日これからお話しする、知、え、財、ー、活用支援事業というのは、この中の。 あの一部として、まあ、予算上のですね、そういう整理になっています。で、ちょっとお話、はい、本題入ります、えー。目的ですね、上に書いてあるあの水色は、まあ、対象です、えーと、大学の地域第三マネジメント、まあ、あと、まあ、最近ベン、今年度からです、ね、ベンチャー企業の方もちょっと関わってますけど、あと j シーファンディング事業ですね、ここにおける、まあ、そのあの研究成果の特許がどうするのかということなわけであります。 で下の方まで何やってるかですね、知的財産権を確保し、権利の活用と。活用なんで、もちろん権利の活用というのはそうなんですけど、その前にちゃんと確保しないといけないだろうということで、この辺もまあちょっとあの取り組んでいるわけでございます。でで概要何をやっているか、3本柱がございまして、 まあ一つ目は大学ですね。この時代マネジメントを強化しようと。まあ、今日のこれまでの登壇者のご発表の中でもやっぱりちょっと体制が弱いとかですね。あのあの渡辺先生のお話ありましたようにモデルナのようなああいうのをちゃんと取ってるのかというようなところですね。あのまあ、そういうところまで強化していこうという話で。あとは JST ファンディング事業、まあ、いろいろこう成果出るんですけど、ちゃんと漏れなく。 特許を取りましょうと。まあ、これは大学とかに記録する場合もありますし、JSE がもらうこともありますけど、をしっかりやろうというのが2つ目。で3つ目ですね。で大学とまあ企業のマッチング、機会を提供していきましょう、まあ、というのが柱になっています。ざっとですけど、えー、っと、<laughs> 見ていきますとあの、あの、ざっくりいきますで、1つ目ですね。 これはあの、まあ、権利化して、あの、皆さん、大学の関係者の方はよくご活用いただいてると思いますが、PCD の、あの、費用支援のところですね。大体この一番、ここですね、費用支援。またはですね、これ単に費用支援してるわけだけではなくて、あの、その過程で発明ヒアリングをしたり、あと、権利強化のための助言、あと、事業化。 とかというのも採択の,の際の観点になっているんですけども、その辺も助言付きでやらせていただいているという立て付けになっています。でこれを通じてあの大学の知財マネジメントを強化するさせて、支援させていただくという立て付けです。でこれ人材育成ですね。目利き人材育成プログラムという、あの受講生満足度がなんと98%とすごいんですけど、20年くらいやっていまして、延べ1万2000、まあ、毎年600人くらいですかね。これはあの特色、ここですかね。 コーディネーターというのはまあまあ企業とのマッチング。でこっちは、まあ、あの知財スタッフとか、まあ、URL は URL ですね。まあ、ちょっと役割が若干違う皆さんを混ぜて、お互いのことを知ってで、みんな高まりましょうとで。ネットワークもできていいですよという、まあ、そういうようなコンセプトでやっているものです。この下3つがまあ前例年やっているもので、赤いところがトピックスでで毎年変わっていくような内容になっているということです。ちょっとこちらは飛ばします。 順番変わりますが、産学マーチングの機械提供ということで、これはまあ,あの、はい、あのえー、2つですね、大学見本市、このネドさんと一緒にやってましたけれども、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだっけ、まあ、たくさん集まってですね、この期間内に、えっ、ー、と、展示をするというものになっています。今年度からあの特許技術、出願しているとかですね、特許になっているものに限られているようですねで。こっちはですね、えっ、ー、と、その期間ごとにですね、えっ、ー、と、 説明会の場を提供するというものでこちらもあの特許を取っているとか出願しているものをやっています。これもご公表いただいているようです。で、あとこのところです、ここちょっと近年あの我々の方で、まあ今日まあ、特にまあ取り組んでいるといいますか、強化しているといいますかところなんですけども、えっ、ー、と、j s、ね、事業成果の活用の最大化、まあ、それはすなわち社会実装の推進という面でもあるんですけども、えー、そういうことでやっています。で、何なのかといいますと、 再生化すべく、出、えー、願権利化ライセンス等を支援しようということなの、まああの、要はですね、確実に権利化すべくまあ、支援しましょうということです。で、知財サポーターという、ちょっとあのスタッフがおりまして、これはやっています。あの何があのの これまでに今日ご紹介あった知財戦略デザイナーとですね、大体同じようなことをやっているとあのご理解いただければいいのかなと思います。実際たちも着任したときにですね、先ほど平井さんからあったナレッジ集を読んで、あ、これだと思ってですね、同じことと確信しているわけですけども、一応ご説明しますと、知財支援ですね。メインはだいたい数願の支援なんですけど、それに先立っての発明、発掘といいますここが特許になりますとか、あと、明細書を作る際にやっぱり、 権利強くするために、こういう実験をやった方がいいですよとってご示唆もしたりします。だこの目利き、目利きという、まあ伴奏支援ですね。あの、やっぱりあの、ほっとくとですね、どんどん論文ボンボンと出しちゃう先生方が多いので、あの、こちらでですね、まあこれはという課題をですね、まあ目利きと言ってますけど、選んで、その先生方にアクセスして伴奏支援をやらさせていただいています。 でまあ、でそれはで伴奏なので、まあ、最初アクセスしたときは、まあ、ちょっと論文出ちゃってるんです、ね、次回以降はあのご連絡くださいねという体制を作って、なんとかこう、両立するような取り組みをやっているということです。で、啓発はまああの、まあ、やはり研究者の皆様、あれなので、えー、やらせていただいているということですね。JSE 職員向けにもやっていたりします。で、基礎的研究事業をこれ、やっております。でなんでなのか、まあ、JSE の事業自体が先ほど見ていただいたように基礎的だっていうものが多いということもあるんですけども、やっぱり、あの、 えーと,ということからですね、その大学のが参加機関であることがまあ多いわけですそうそうあの。まず東大さんとかは別だと思いますけど、やっぱり体制が弱いところもまだまだたくさんありますので、まずその時点であの支援の必要性があるだろうと、さらには基礎研究なだけにですね、あの化けたときがあだあの、まずあその時点では多いに遠いんですけども、えーっと、なので大学側がちょっとその質がをためらう傾向があるんですね。他方で化けた時がででかいいわけですよねでそういうのはやっぱり 取り組みをしないようにしていかないといけないだろうということで、まあ、基礎的研究事業が、まあ、中心になっていると,いうところございます。はい、でこれはあの、であのまあ、こちょっと飛ばしますねで。ということで社会実装の前提となる権利化をどんどん推進していきますと、えーまあ、こういうことになっているわけであります。であの、まあ、この辺のところを対象にやっていますという例です。でここはちょっと JSE の話なので飛ばします。ざ、は、っ、い、と。That, あの 概略述べましたけどもで、これちょっとお気づきになる、る結局何やってるのかっていうことなんですけど、この絵でずっとですね、ここだけ色が薄まらないでいたっていうこと、<laughs> もしかしたら気づかれた方いるかもしれませんけど、要はですね、あの やっぱり大学等の地財マネジメントをまあ我々支援しているんだということなんですね。まあ、少なくともあのそれそのものであったりそういう側面を有しているということです。なんで大学なのか、まあ、文科省所管だからというのはまあ一つもちろんあると思うんですけど、まあ、そういうだけではなくて、先ほどあの ② の、ね、丸二の基礎研究事業を中心にやっているというようなところをまあちょっとお話しさせていただきましたけど、まあ、それと同じですね、やっぱり対象がですね、 JST のその位置づけですね、冒頭ちょっとご紹介したような話とか、やっている研究事業が基礎的だとか、そういう性質に照らすとですね、えー、っとやっぱりその、必、まあ、然的にこの大学への支援というのがやっぱり必要なんだろうなということになってくるわけであります。 で特にそういったそのことコミットしている J.C. としてまあこれが何て言うんですかね社会実装のまあコミット面まあちょっと肩から使っちゃいましたけどまあ関与というのか取り組みというのか責務というかまあそんいろんな意味合いをちょっと込めてコミットメントって書かせていただきましたえっ、ー、とはいえっ、ー、というところでございますはい以上すみませんちょっと時間オーバーしましたありがとうございますありがとうございましたはい。 これで全ての講演が終了となりまして、それではさパネルディスカッションの方に移らさせていただきたいと思います。はい、パネルディスカッションでは、辻丸国際東京事務所代表弁理士の辻丸小一郎先生、リンク J 常務理事の曽山も加わりまして、パネルディスカッションを行います。それでは登壇者の皆様、壇上へお願いいたします。 それでは進行の方を相山の方に移らさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんあの素晴らしいですねご講演ありがとうございました。あの盛りてでかつですねそれぞれのお立場でいろいろな支援をなさってるそして受けられている方、えー、そして現場であのその実際のスタートアップとか研究者の皆さんをですね、えー、支えられている皆さんからのご講演で非常にですね、えー、あの素晴らしいものだったかなと思います。でここからですねパネルディスカッションで深掘りをやっていきたいとおも おりますで私の隣にはですねあの、えーえー、辻丸国際特許事務所代表弁理士の辻丸先生に来ていただいております。あのシリーズ3回目ずっとですねご登壇いただいておりまして、リンク J のサポーターをやっていただいておりますし、ご自身もですねスタートアップでの経験をお持ちの辻丸先生でございます。ということで、えー、辻丸先生からまずですねどんどん切り込んでいただいて、あのディスカッション、あのぜひですねご登壇者の間でも こうディスカッションするような感じでやっていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、あ、すいません。どうもありがとうございます。あのリンク j サポーターの辻丸と申します。よろしくお願いいたします。で、本日はですね。あの全部で5つのテーマをですね。しかもですね。あの各10分という短い時間で簡潔にあの説明していただきました。で、正直言って1つのテーマで、もうこの1つのイベントができるぐらいのものかと思います。 ですけど、まあ時間限られてますのでですね、なるべくあのあのまあ簡潔と言いますか、やっぱり深掘りしたいですけど、まあポイントポイントを押さえてですね、お話を聞きたいと思っております。まずですね、これは登壇者された順番からちょっとお聞きしたいと思いますけども、まずえー、っと。 最初の,です、ね、あの特許庁の施策をご紹介した平井様にお、ねはい、伺いしたいんですけどまず多分ね外国出願支援というのは結構大学もスタートアップもすごくです、ね、これはもうあの要望が高いところだと思うんですよ要はお金ですね。あのまトアッお金がない大学お金がない、はい、出してくれるのかと。 嬉しい、ね、でこれ、質問ですけども、大学、えーと、外国出願支援ですけども、これはあのスタートアップの設立前も支援していただけるということですけども、はい、これは大学自体にあの支援されるんですか、それとも研究者の先生自体にあの支援されるんですか。 そうですね、こちらは、えっと、大体大学の出願っていうのは、出願人が大学ですので、はい、大学に対する支援っていうところになってます。ただ、もちろんその研究者の先生がこういう出願をしたいっていうところになりましたら、多くほとんどの大学はその大学に出願してよいかっていうところがあって、大学で出願がされると思いますので、うん まあそういった形で大学の方にご相談いただければ支援されると。大学名義の出願に支援をするということです。大学が研究あの権利を帰属しなければ、出願対象の支援にならない。そうですね、個人でということになってくると、またちょっと違ったことは。あまあ、普通、発明届を出すと、大学でまあ権利帰属しますか、しませんかっていう、ね、審査されて、でこれはい、大学は権利を承継しませんって言われたら、支援が。はいはい ちょっとなかなか難しくなて <laughs>、はいで、例えば、権利承継、あの権利を帰属させる、承継するにあたって、もし特許庁が支援してくれるんであれば、これは権利承継したいなという場合はどうなるんですか。<laughs> えー、と言いますとあ、その権利承継の条件に、発明のなんて言いますかね。 特性によって、まあ、これ企業がすぐつくんであれば、すぐこれは権利承継しますというこになると思うんですけども、はい、まあ要は予算,予算ですよね、はい、出願費用は企業が持つからということが分かれば、権利承継するケースって結構あると思うんですよね。はい、で、あでも、はいあの、企業とはまだやってないんだと、はい、でも特許庁が支援するだったら、大学は権利をまあ承継しようかなっていう場合とかは、はい、どうなんですかちょっと順序ははやはり もうすでに権利の承継がされているものでないとちょっと難しいかな、ね、事前相談は難しいですか難しいですね。そこなんとかならない <laughs> そうですねちょっと今後のこれ結構で重要なところで研究者の先生発明届出して大学にですね、まあ、承継してもらえ承継してもらえれば大学費用で出願できて、はい、まあそのまま研究継続で企業を見つければいいと思うんですけども、はい、承継してもらえないとなると個人で出すにははい そうですね、個人だとなかなか特に海外に関しては、そうなんですよね。そこらへんのところをまずぜひ、わかりました、ちょっと検討させていただきます。もしかしたら、承継しないって言ってても、個人で国内は出しても、外国のときは、特許庁の支援があれば、だったらもう一遍ぺん承継しますということで、結構そのパターンは多いと思うんですですかからあの。 町内でご検討いただどうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございます。あと、時代デザイナーの件もですね、いろいろ聞いた方がいいんですけど、その,後のあの渡辺さん、えっと、渡辺先生の渡辺さんのですね、あれですかね、あのはい、あ件はありますの、ね、で、時代デザイナーについては、はい、渡辺さんにお聞きしたいと思っております。どうもありがとうございます。えっと、まあ、担当、 あすみま,、ね、ません、私は <laughs> ご自身でですね、まあ、京都大学で地雷でロイダー活動をされてますけれどもあの差し支えない範囲でこれ、結構いい支援ができたなっていう具体的事例とかご紹介いただけないでしょうか。うん、そうですね、まあ 結構いい支援はできてると思ってるんですけれどももちろんあの、まあ、多分特許庁さんとかが最初に想定してたのはあの企業との共同研究とか共同質学のマネジメントで、まあ、ゆくゆくはあのライセンスとかして、まあ、社会実際にプロダクトを出していって。まあ 社会実装につなげると、まあ、そういったところをまあ戦略デザイナーの活動として、まあ、主眼をくっつか、まあ、そういう、まあ、そういうこう初めから最後までの知財戦略を、まあ、デザインしていくっていうのを、まあ、想定されてたと思うんですけども、まあ、確かにですね、まあ、何件かそういう活動 事例にも関わらせていただいて、あの共同出願のあ共同研究の段階の相談から、うん、まあ実際に共同出願に進んで、まあ、製品化、まあ、I.T. の分野とかですけれども製品化も進んでるし、統計も取れたっていうような事例もあの関わらせていただいてます。うん、まただですね、あの今日私の発表の中で申し上げた通り。 まあそういうところもありますけれどもまだまだですねやっぱり裾野を広げる活動っていうのが、まあ、日本の大学には必要なんじゃないかなというふうに思っていてですね、まあ、あの先ほどの統計、まあ、ちょっと怪しい統計ではありますけれども、まあえっと、全出願数ので研究者ごとに割り算すると、えっと、1人当たり0.1件の出願になっていると、うん、で、えっとまあ、これもですね実際大学ではあの実際にはちょっとバイアスがあってあの よく特許出願される先生はいっぱいしてるし、まあそうでない方はま全くゼロっていう形になっております。そういう例が多いです。まあですので、このゼロの方々にですね、いかに最初にこの特許出願をするっていうこう概念とかそういうまあサイクルみたいな研究終わったらちゃんと出願するみたいなそういった流れみたいなのをちょっとあ身につけていただいてっていうかまあ考慮していただけるよう。 にまあ、した方がいいんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、そのために、まあ、一応本当に、えー、とそのためは東京出願するためには出願前にあ学会発表とかする前に必ず出願しないといけないんですよとか、まあ、そういったです、ねまあ、基礎的なところをお伝えするっていうのに、まあ、割と私的には重要性を見出しているというところです先生がおっしゃった渡辺さんがおっしゃったその先生方に新規性喪失しないように いや、各界発表前に特許出願しましょうねっていうのをいまだにあの広報活動されてるっていうことですかそうですねあのもう,もうこれだけ知財まあ日本は2003年ぐらいから知財立国とか言ってあのすごく知財に力を入れてるからまあ当然大学の先生みんなそんなそ,そのぐらい知ってるだろうと皆さん思ってるかもしれませんけれども実はやっぱり あの知財とは関係ない普通の研究者の方っていうのはやっぱそういうところに触れる機会がやっぱりほとんどなくてですね、うん、まあ特に、えっと、私は特に医学領域の医学部の先生たちとかの相談を受けてますけれどもそういう方々は本当に忙しい研究だけで忙しいからあんまり知財のことに、えっと、時間は割けないしというのはあるんですけれども。 ただその本当に最先端の研究をされている巨大医学部でも本当に最先端のすごい優秀な方々がそういった知財の知識をこう身につけてないというか活用できてないまあ戦略的にその研究成果をこう知財に結びつけるっていうのがうまくつながってないっていうのは非常になんかあの私、まあ、あの年が悪いますけど20年2000年代の初めから三学連携ずっと。 やっておりますけども、当時もねもちろんあの大学の先生方に、えー、学会の公表とか論文発表前に特許は出願しましょうねそうしないと新規性がなくなって特許になりませんよとご自身の発表でもダメなんですよということを言ってたんですけどいまだにそれが解消されてるってちょっと驚きで。あの啓蒙活動が全然まだ <laughs> できてないとそうですねまあ仮に多分 2000, 2000年初頭にそういう時期におられた方は、うん、そういった <laughs> 教育教育というか知識を得たのかもしれませんけどやっぱりそう継続していかないとどんどん次の世代とかにつなげていかないと、うん、やっぱりいけないっていうことかなと思います、ね、特に医学部はその傾向が強いのは2000年当初もそうでしたね工学部とか、うん、あの企業の方々と、まあ普段からやり取りある方だったらちょっと違うのかもしれませんけれども私が特にあの ご相談を受けているののは医、まあ、医学部のお医者さん病院とかのお医者さんが多いっていうこともあってあ<ー>、まあ、そういう状況もあるということですもしよろしかったらちょっと順番と思いますけどもあの中山さん東,東京大学では啓蒙価数はいかがですか えとまさにあの渡辺先生のおっしゃったような状況が東大にもあるのかなというふうに思っておりまして東大ででもそうなんですかあの私も2008年ぐらいですかねあの内閣官房の知財事務局でいろいろ知財政策旗振って、まあ、あの大学は論文発表よりもと まず東京出せとかって言ってた2008 200年とか9年ぐらいそういう状況だったんですがで東京大学に来てみてやっぱりちょっとあれまだこういう状況が存在するのかと少し驚いたところはありますなのでまあおおむね東大も京大と変わらない状況なのかなというふうに思います。うん、ちょっっとと驚きのうちにですすね <laughs> びっくりしままま一番基本的なところがまだまだあの なってないということは今日わかりまして非常にちょっと驚きました。はい、どうもありがとうございます。えっと、次次はですねあのインピットの平手様平出さんにですねあのいろいろお聞きしたいと思いますけれどもえっとあそうそう一つで疑問に思ったのはすごくいい支援制度があったとにもかかるスライドの中で2023年度は公募しませんってあったんですけども。 それれはななぜ公募されないす,すいません、ちょっと誤解を招いたかもしれないんですけど、はい、あの2022年度に公募したときに、この事業を2年間あの、固定でやりますというふうにあ<ー>あの、いう形で公募してしまってるんですね。ですから、もうそこで採択したプロジェクトは、もう2年間やりますと。逆に言うとと途中でちょっと入れない ですよあのもし途中で入あの追加しようとすると、その分、人を増やすとか、まあ、そういったことがちょっと必要になってきて、まあ、ちょっとそういうことはできてないので、基本的にはこの授業は最初にもう2年間でやりますから、皆さんあの応募してくださいという形でちょっとやったので、途中から入るのをちょっと設けてないって、まあ、そういう意味なんですけど。あちょっと残念ですね <laughs> もっと拡充する余裕はないんでしょうかあ<の>また、次の年にはあのまた新たな事業でまた公募をしてですねあのやることにはなると思うんですがあのその時には、まあ、どんどんあの今のこういうご状況ですのでどんどんまあ増やせればいいなと思うんですけどはいぜひ期待しておりますのでご二色をお願いいたしますすあ,ありがとうございます <laughs> また、あま、順番ですけれども。あの 中山さんにお聞きしたいんですけどもあの私がお聞きした中でですね、まあ、知ってることもあれば、まあ、これはと思ったの中であの企業内の起業家育成プログラムこれ結構私初めて聞いたんですけれども例えば普通の起業家育成プログラムと企業内育成プログラムってどのように違って特徴点とかどういうふうにあるんでしょうかね。 えっと私もそのプログラム受けたことないのですし <laughs> ち,ちらっとあのプログラムのメニューを見ただけなんですけれども大きく二部構成になって2つ、まあ、半年間ぐらい週一回来るようなプログラムだったんですが大体二つに分かれてて前半部分が、えー、っとアントレプレナーシップのプログラムで,で後半があのイントレプレナー企業内 企業化に向けたプログラムになっているんですがどう、そっちの後半部分の中詳細の中身はすみません、私、存じ上げてないので、あの受けて、まああの、ホームページとかでよく見ていただけるといいのかなと、ねまあ。ホームページでは紹介されているえと。タイトルぐらいは紹介されていたときをします。中身の方はわからない。うちの方ではちょっと情報がないです。興味ありますすか、はい、残念ででね自分会社 やめて独立してあの起業するよりは会社の中でね起業するっていうことでってなればもっと起業家も増えてくるのかなと思いますのでぜひその広報活動もお願いいたしますありがとうございます。 言っていいですか今のお話であの多分なんですけれどもあの一般のスタートアップさんの,そのアントレプレナーと比べてあの大企業さんだといい面悪い面両方あるんですよね大企業内のリソースを使えるとかあ,のあとは例えば何か実際に仕事をする時はブランド力が使えるとかそれまでの物流とかインフラいろいろ使えるというのはプラスがあるんですが逆に 部門間の壁があったりとかですね、立派な会社であればあるほどブランドを守んなくちゃいけないからリスクを取りづらくなって、こう社内のいろんなとこから突っ込まれて結局うまくいかないみたいな、多分なんかね、そんなのがあって、でもそこをどう乗り越えていいところを使うかみたいなのが、多分イントレプレナーの方々のポイントかなとは。結構そういう生々しい内容なんですかね。生々しい,いや、わい。でも私がよく聞いてる範囲で言うとそういうのが多いでうでい。私は聞きますけど、<laughs> 生々しいところをどううまくやるかっていう。それ 画期的ですね。東京大学がそそこ, <laughs> そこまで入ってないですか。その内容かちょっとわかりちょっと今。 <laughs> スタートました。<laughs> いやでもそこはね、多分日本の本当の課題なんですよね、ねあのスタートアップさん、これで頑張ってどんどんやって、みんなで応援しようっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり大企業の中にからそういうイノベーションがもっと大きいた方が、両方やった方が良くて、そこをどうやってこう克服するのかなっていうのは、すごいわれわれが考えるべき課題かななんていうふうに思いますね。 分かりましたどうもじゃあ,あのまた後でもし情報が分かればご紹介をお願いします <laughs>、まあ、登壇者にねスマホでね検索させるというのはちょっと <laughs> 驚きの企画ですけどあそしたらあのすみませんあの浜中さんにお聞きしますけどすいませんちょっとこれはなんか辛口の質問になるかもしれませんけども PCT の出願の支援で PCT の国際調査報告の評価が良くないと支援できない。 とかいうのはまだあるんですかえっとですね、あのこの事業、私、直接担当しているわけではないので、はい、すみません、ちょっと正確なお答えになるかは、まあ、なんかそういうことがもうかつてあったという話は、特許庁にいたときに聞いておりました。はい、で、他方でですね、ちょっとまあたまたまあの先週とかこうその、なんていうんですかね、判定をする委員会にもちょっと出てですね、見てたりしたんですけど、その議論の雰囲気だと必ずしもそれだけでは まあ決めてないようには思っ感じられたんですけどね。えー、と要はあの当然、1回はなんかそういう X 文献とか Y 文献ありますっていうのが来るのはまあよくあるので、まあ、最終的にどうかっていうふうにやってるんじゃないかなと思います。ああすみません。なぜこういう質問をしたかと申しますと、はい、私がですね、まあ、以前 PCT 出願とかでですね、JST の支援を受けるときはあの国際調査報告書で、まあ、いわゆる特許制ありの あの報告がなないいいととと支援を受けれないというこでで何やってたかって言ったんですねさらに国際予備審査請求してそこであの再審査してもらって特許制ありの結果をもらわなきゃいけなかったんですけどもそれをやると権利が実は本当にいい権利が取れるかっていうところいわゆるビジネスをカバーできる権利が取れるかっていうところで結構あの大企業とかにこうまあ,あの見てもらうときに辛口の評価が出てくるんですよね。 ですからその権利を取るのは非常に重要だと思いますけれどもそのあのクレームのカバーする範囲、特許制限、こういったところを見てあの議論していただけているのであれば昔から比べてずいぶん進歩しただと。 思いがあります、はい、あのご指摘の点はまさに全くその通りだと思います。で、今日ちょっとあのお話で触れたか分からないんですけれども、その実際、費、まあ、用,用支援ですね、それかしないかの判断のときに、その計画している事業とかがちゃんとその権利でカバーされているのかどうかとか、そういう権利範囲もまあ見た上で判断をしているということなので、まあ、当然、あの <laughs> そういうところは対応しているんだと、あのはい、思いまじゃあ、進化しているということで、はい、安心しましまた、はい <laughs> あ,、ね、ありがとうございます。はい さんなんか全体通じて何かありますかあ,ありがとうございますあの。いっぱい質問したいこと、ご質問差し上げたいことあるんですが、時間の関係があるので、一つだけあの、先ほどですね、渡辺さんからのお話ですよね、あのモデルナとファイザーの件、うん、で、その基本特許をペンダイが しっっかりとてたとだからこそ年間数百億円、3四百400億円の収入が得られているというお話あったんですけれども、なぜそれがペンダイではできていて、まあ、なんとなくそうじて日本の大学ってそこがまだ <laughs> うまくいってないからこそ皆さんがこうサポートされてるんだろうなと思うんですが、さっきの,あの研究者の方の裾野の話みたいなのはもちろんあると思うんですが、他にもなんかいろいろあるんじゃないかなと、その辺いかがですか 一、まあ、つはあの、まあ、純粋に数の問題っていうのは一つあると思います。あのまあ、ペンダイの,その300億円というのは、まあ、極端な例ではあると思いますけれどもきょ、えっとまあの先ほどお見せした資料だと大体9億円、まあ、10億弱ですね。でそして、まあ、さっき申し上げたように今、えっと、10人に1人しか特許出願していないという、まあ、その数字が正しければということですけれどもそうすると、まあ、全員があの1つ出願することによって。まあ まあ、単純計算すれば、その兄弟の9億円が90億円になるかもしれないという,いうことにはなると思いますので、まあ、そこは一つあの、目指すべきものかなというふうに思います私から言ってよろしいですかで、そうなるとちょっと気になるのは、PD、p d 1 <laughs> これは京都大学のライセンスに計上されない、されてないと思いますね、あ,のねあれはちょっと古い出願になりますので、要はあの、補助先生に返しちゃったんですよね。 そうなんです当時多分2000年前後ぐらいで、まあ、ちょっとごたごたしてた時期だと思いますけれども <laughs> これがあったら東京都大学もまあペンダとは言わないけどもそれなりのなまあそうですねあのまあ本庄先生個人で50億円で京大には250億円ぐらい寄付されたということになりますんでまあ確かにそういうことにはなるかと思います。<laughs> だからこれはねもう結果論なんで、その時が悪かったとかね、そういうことは言えないんですけども、うんまあね、やっぱりあのそういうリスクを含めて、うん、承継するしないっていうのは考えた方がいいのかなと。そそうです、ねまあ、そこは本当に、ね、危機が必要かだからいぶ、中山さんはあれ、ね、予算がておっしゃってたんですけど、その予算の関係と、ねうん、特許出願っていうのは相反する関係なので、ここどうクリアするかっていうのが、大学の時代のマネジメントのですね、うん、まあやり方次第というところなんでしょうね。 まあそうですね、まあ、やはりあの本当にあの兄弟の出願数が10倍になったらその出願費用を確保しないといけないというのがありますのでまあそこは大きな悩みどころだなと思いますけれども、まあ、例えば大学に税金であの研究費を何千万円とか出すわけですよ。で何千万円とか出して出た成果をですね特許出願しなかったらもう ただでパブリックに、パブリドメインに出しちゃうってことですからそ,す、ね、それでいいのかとその何千万円かけた知財成果を知財で守らないで、まあ、ちょっと、まあ、知財、まあ、100万200万ぐらいですよ多分 <laughs> そこをけじってあの何千万円かけて出した成果を、まあ、世の中でみんな使えるんだったらいいっていう説もあるかもしれませんけどもそれを、えー、と皆さん使えるような。 あのパブリックドメインにそのまま流してしまっちゃって本当にいいのかっていうのはちょっと個人的にはあの考えてもいいんじゃないかなっていうふうに思って思います、うん、バイオとは関係ないですけど量子コンピューターの分野で量子アニーリングっていう技術はれ東工大の先生の成果なんですよねそれをねあのディープマインドだったからアジバインドだったあのカナダのベンチャー企業が実用化してあの量子アニーリング系の量子コンピューター実用化してますからねそうですね、まあうん、はい そういうい事例あるもっと言うとあれですよね、あと、大阪大学の岸本先生、IL6、インターロイキン6も、これは実はちゃんと取京って、はい、当時はあの国立大学があの権利承継する仕組みがなかったんで、はいでね、岸本先生、個人に莫大な宙、ね、外が、はい、<laughs> <laughs> あるって実は成功例はあるんですよね、まあもちろんそうですね。だから、あとは大学がきちんとそれを承継して、仕組みが、まあ、当時はなかったんでしょうがないんですけども。 やっぱり、あの、そこはどうやってやるかっていうのは、もう、これ、皆さんで。考えていかなきゃいけないところなんでしょうね。そうですね。はい。はい、まあ、うもう、ありがとうございます。 ありがとうございますもう一点だけ今のお話であの研究者の方の特許マインドっていうのかなのお話とでもそれやる実際にやろうと思ったらお金がないよみたいなお話そこのハードルもあるというお話は理解したんですが他にもなんかやっぱりこう特許取ろうと思ってもそのサポート体制がこうやっぱり学内がペンダイとか他と比べると弱いとかなんか書類まあ書類はどっちにしろやらなきゃいけないから一緒なのかもしれないんですけれどそうは言ってもそれをサポートする体制が弱いとか そういうところってあるんですか。ま正直そこはあるんじゃないかなっていうふうには思っています。あの特にですね、まあ、大学発明出ました出願しますところまでは結構一生懸命やるんですけれども、あの出しちゃった後はもう割とあんまり <laughs> ケアしないと言いますか、あのま特、あ、許事務所任せとかなりがちな印象があります。ただ実際にはですね、失願した後にどんだけ頑張るかによって。 で、いい権利が得られるかどうかをえらい違い。あ、さっきも申し上げたように、まあ、特許庁さんは必ず、まあ、お約束で、まあ、拒絶理由通帳を出してくるわけですね。そこをちょっと間に受けて、あの、あ、ダメなんだと思って、あの、諦めちゃったりとか、じゃ。 審査官が言っている範囲で取れればいいまあとりあえず特許が成立しとけばあの大学の数字的には特許,特許が何件取れましたみたいになるんで、まあ、それでいいんだみたいな感じで安易に流されちゃうと結局強いあの使おうと思ったらもうこれ実はこれあの <laughs> ちょっと使えませんねっていうような事態も生じうるとは思いますんでまあ実際にはそこの最後まできちっとマネージメントするっていうのが非常に大事かなと。 思いますありがとうございます。えっと、ちょっと時間もありますので,です、ね、参加者の皆様から質問が来てますので、えっと、質問について、あのご登壇者の皆様、ちょっとご,ご回答をお願いいたします。まず最初は、これ、平井様ですね、大学と企業の共同研究結果に基づく日本特許庁への PCT 出願と、海外の特許庁への横展開は補助の対象にならないでしょうかということです。 えと共同研究に関しましては、えーとまあ、ちょっとどういう質問かによりますけれども、えー、と持ち分に応じて あの補助させていただいておりますので、もし大学が出願人に入っているのでしたら、モチブに応じた分は補助させていただいています。でまた企業さんもそれがその中小企業さんでしたら、さっきちょっと冒頭申し上げたその中小企業さん向けの補助金の方でも、やはり対しあの補助の対象となります。でで1点、ちょっと念のため補足ですけども、PCT 出願自体は補助してません。あのこの PCT を 各国移行するところの補助ですので、そこだけちょっと JST さんのちょっと違うので、ご気を付けください。PCT 出願は JST さんに。各国移行って一番お金かかるところですから、特許庁が面倒見るよと。はい。続きましてですね、これは渡辺さんへの質問ということで。 大学京都大学には戦略デザイナーが2名派遣されているかと思われましたが、幅広い分野をどのようにカバーしているのでしょうか。それそうです,すみません、えー、と実はです、ね、幅広い分野はカバーしておりません。京都大学、本当に総合大学ですごく巨大なあのところなのであの、私が担当しているのは主に医学領域、まあ、ただあのライフサイエンス分野であればあの農学部、工学部、理学部。 薬学部も含めて対応はさせていただいておりますけれども、主にあのライフサイエンス系、あとは AI とかその辺の領域に、まあどっちかちょっと絞って <laughs>、絞ってあの対応させてはい。 もちろん違う分野でもあのご相談あればお受けしてますけれども、まあ、フォーカスはそこの部分です。渡辺さんはまあバイオと AI 系で,うで、ねはい、もう一人の知財デザイナーの方はもう一人の方ももともと製薬会社出身の方で、うん、まあその分野のスタートアップの支援に主に。というか知財デザイナーで活躍されてるのは、バイオ系のとこ分野で活躍されてるてまあそうですね、うん、やはり一人のデザイナーが対応できる分野っていうのはやはり限られてますんで、本当に専門的な領域で対応できるというのは 限られてますので、まあ、やはりあらゆる分野に対応するためにはやっぱり三人四人配置する必要がある、ね。それはそうですよね。よすみません補足差し上げます。基本的にあの、まあの渡辺先生がおっしゃった通りあのすべての分野を見れるスーパーマンはさすがにいらっしゃらないので基本的にあのこの事業に応募いただくときにこの分野が特にちょっとうちの大学提供だから 専門家が欲しいっていうところをあの伺わせていただいて、それを踏まえて、あじゃあこの分野の人ででしたら例えば渡辺先生がいらっしゃいますとかっていうような形で、あのマッチングさせていただいているっていうところになっております。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあ続きまして次の質問です。これ中谷様ですか、中谷さんですかねえ。大学での知財活用支援における TLO との関係について、連携について具体的にどのような事業活動の連携をされているのでしょうかというご質問です。 的にあちょっと今日はあの、えー、と細かくは紹介しなかったんですけれども、一応、手続き的な流れとしては、あの大学の研究者の方が発明届を出されたときに、一回、大学の方に来て、その発明届を TLO に開示すると、でその TLO の方はその発明届を受けて、えー、と実際に研究者にヒアリング行きますと。 でヒアリングしたり、そのヒアリングの結果と、あとは TLO の方で持っているネットワークを使ってプレマーケティングしたりとかして、これを大学として承継すべきかどうか、その際にはあの発明特許性とか、さらには市場性とかあの、社会貢献度とか、まあ、いろんなものを加味して、これ、大学として承継した方がいいですよ、どうですよっていうところをあの大学にフィードバックいただくとで、大学はそれに基づいて承継判断すると。それがし あの発明届が出た時の話で、でその後まあ大学が承継したらあの鉄質感手続きとか TLO に。 委ねると TLO の方であの窓口になっていただいて、えー、と特許事務所とかとやり取りしていただくと。で、さらにその、まあ、特許出願手続きが進むと同時に多分案件によってはライセンス交渉とかっていうのも TLO の方で、えー、と主体的にやっていただいて、えー、話あの条件とか TLO の方で。えー えー、合意条件とか作っててくれたりしてとそれでまあ最終的にライセンスする時には大学と TLO とあのライセンシーの方で契約結ぶとそういうことで、まああのー、東大が知財活動をする裏には常に TLO はいるとそういうような連携。 ね、T.L.O. 数でかなりの幅入っていますか。ほぼ全部関わってらっしゃるんで,す、ね、ですね。まああの T.L.O. もあの東大 T.L.O. はそういうようなあものでございますけれども、大学によってはあの発明発掘とかあの証明判断のところは内部でやってマーケティングだけライセンスだけ T.L.O. に任せると、いろんなあの大学によってやり方もいます。で,すね、で東大の場合はそういうあの一体東大100%の子会社ですので、まあそういうい 三つに連携してという形でやっているというところです、ねああ。あくまでもこれは東京大学の,あの T、l ね、東大 t l の例ということです。いろんなあのちくに大学のそれぞれ大学規模もあの特徴も違いますので、それぞれの大学がそれぞれ内部と外部でリソースを使い分けて体制を組んでいらっしゃると理解しています。あまああの補足ですよ。うん、私が客員教授で香川大学ですけど、ここはね四国 TLO っていうのがあって、これはあの四国の大学全部。 あのマネジメントすする会社ですね、まあ、まさに今、中山さんがおっしゃったように、校舎の例で、あの大学で、まあ医療上受け付けといて、証券する会社よって、あとは営業活動は TL に任せるみたいな感じでやってらっしゃいますね。あどうもありがとうございますもう一つ、中山さんの質問ですけれども、えー、東大 TL との連携で、発明届が出る前から研究者を支援するという話がありましたが、発明届が出る前にどのように支援する研究者を見つけるのでしょうか。あ まあ、支援すあの一つは支援というとどこまであるどう支援なのか分からないですが場合によってあの、まあ、よく出願をされる方という先生という研究者の方というのは、まあ、東大 TLO とあの密に連携を取って。 いらっしゃいます。なので発明届を出す前から相談されているというケースもあります。またあの東大 TL の方でもですね。あのまあえっ、ー、と東大 TL の方からまだあの失言をされてないあまり経験のない先生方にですねドアノック的にあの研究内容をヒアリングするとまあそれ そうして発明を発掘していい案件になったらあのいろいろアドバイスするというところもやっているところで,そう,いう意味であのそういう意味で発明届が出る前から支援していると、まあ、関与しているというか、まあ、言った方がいいのかもしれないですがそういうよううういいいよなこととをやってまますす、ねはい、どうもありがとうございますで最後にです、ね、参加者の方の質問最後これ結構、実はヘビーな質問で渡辺さんに <laughs> お願いしたいと思います。 ちょっと長いですけど、読みますね。ペンシルベニア大の MRI、これ多分、メッセンジャー RNA のことだと思いますよ。MRI 医薬の特許集めは価値あるものと思います。しかし、その価値は特許が侵害裁判で勝つことが前提です。本事件はまだ裁判中で確定していません。今後、侵害が認められるペンシルベニア大学が敗訴となったり、裁判中に特許が無効とされないとも限りません。質問は 裁判で勝つことが担保されるためには特許出願時にはどのような点を気をつけないといけないでしょうか出願だけならそんなに困難はありません。しかし、勝訴できる強い特許を取るにはどのような便利子を選ぶべきでしょうかと。ま <laughs> さん、頼めばいいあ,ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> えっとですね、一つ最初にちょっと私のせ最初の説明があのちょっと至らなかったんですけれども、モデルナとファイモデルナとファイザー の訴訟はですね、まあ、ファイザーとビオンテックを訴えているんですけどもあくまでモデルナが持っている特許をもとにファイザーとビオンテックを訴えているということになりますのであのそこで有効性を問われるのはこうモデルナ自身の特許です。で,ですのであのペンシルバニア大学が持っている特許っていうのはモデルナもライセンスしているしファイザーもライセンスしているんで、まあ、そこは争いがないので。 あえてそこを潰しにかかってるっていう話は聞いたこと聞いておりませんので、まあ、ペンシルバニア大的にはまあとりあえず今は対岸の火事的な勝手にやってくださいっていう状況ですで、まあ、ですので、えっと、モデルナ側の特許がですねじゃあ今後潰れるかどうかっていうところですねでまあもちろんファイザーの方は潰しにかかってるっていうことですですのでまあ一、まあ、つはまあ新規性進歩性の部分でえっと 当然争ううとということになりますで、まあ、あの範囲についてはですね範囲も大事なんですけども、まあ、狭くてもあの今回の,あの mRNA ワクチンをちゃんと抑えていれば狭くても特許としては十分という考え方になります。で、えっと、そういった場合にですねあの潰される潰されないっていうのは常に医薬品の特許に関しては常につきまとる問題。 です,ですのであの、まあ、一般的な製薬会社のもう一般的な戦略になりますけれども重要な特許については1件だけでは終わらせないと。えっと、一つの最初は1つの出願だったけれども特許査定になったら 次の分割出願っていう子供みたいなのを作っていってそれも特許になったらさらに子供を作っていくとそうすると,、えー、と特許の有効期限は、まあ、20年から25年ですけれどもその権,権利の存続期間中ずっと特許が存続していてもうあの仮に1個や2個潰されちゃってもその子供がまだ生き残ってたり、えー、と死んじゃったひ人のなんか似たようなさらに孫みたいなのをどんどん出せるっていう制度になってますので。あの 簡単になかなかその権利侵害から逃れるのは難しいということになります。で先ほどちょっと話題に出ましたあの本庄先生の p d 1交代ですね。あれももう20年、20何年前ぐらいの出願ですけれども、実はいまだに分化出願の審査中の案件が2件残っていて、もう多分2年ぐらいで切れるんですけれども、それは多分審査の段階のまま、えー、と存続期間を迎えると。 まあ常にだから、その小野薬品の特許を昔に成立したのをかなり一家にこ潰れたところで、まだ生き残っているもので、権利行使するという余地が残るので、そういった意味で、もう二重、三重に安全策を取るっていうことですね。はい、やっぱ渡辺先生に相談した方がいいという <laughs> <laughs> あのまあ分割出願して、いっぱいですねあの特許を取って、パテントポート料を組むと。 そう,ですね、そうすれば2件、3件の特許だったら潰してやろうかと思われてもまあ10件、20件、30件はまともに潰すよりはライセンスくださいと言った方が早いなと思わせるということですね。はい、どううももあありがとうございますと時間もあれなんで どううししましょうもうなんか曽山さんの方から。いやよろしいですかどうぞ。あのー、最後になって急に生々しくですね盛り上がる話が出てきてすごいなというふうに思ったんですがあのー、今回5人の 方にご登壇いただいてプレゼンテーションしていただきましてあの手厚くですねこう、えー、人まで送り込んでいろいろサポートをしているということを皆さんお分かりになられたかと思いますでいろいろあろうかと思うんですけれどもあのそういった方に相談する学内で相談するのももちろんですけれどもあの本省とかインピットさんの方に直接、えー、来てもいいよみたいな窓口もありますんであのでぜひですねあのこれ毎回いろ、えー、んなところで同じ、えー、共通の話なんですが早めの段階にご相談 行かれるのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、あのぜひですね皆さんあの遠慮せずにですねあのそういったサポートをご活用いただければなというふうに思います。はいどうですか。はいおっしゃる通りだと思います。あの早めのあの対応が一番効果的ということです。よろしくお願いします。では最後ですので登壇者の皆さんに順番にですね一言ずつお言葉をいただきたいと思います。まずはどうぞよろしくお願いします。はい、えー、皆様本日はあのー。 ご参加いただきまして、誠にありがとうございましたあの。冒頭も申し上げましたように、特庁大学の支援もやっておりますので、ぜひあの特庁の大学支援やってるるやというのことだけでもちょっと覚えていただいて、あの気になりましたらあの、ウェブで調べていただいたりお問い合わせいただければと思います。どうぞ、あの今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、よろしくお願いします。はいえっとまあ、私からはですね、まああの 発表でも申し上げた通り、まあ、非常に優秀な研究者の方々がまだまだ知財っていうのを有効に活用するっていう、まあ、コンセプトをまだまだしっかり身につけていただいてないただそれはですねやはりまだまだ日本の大学には伸びしろがあるということだと思いますので、まあ、ぜひあの、えー、と研究者の方々にどんどんあのいい知財を生み出していただいて、まあ、それを権利化するっていうふうな活動も行っていただければなと思います。 今言っていただいたようにです、ねあの、インプットいろんな窓口を持ってましてあの、いろんな相談を受けられるようになっていますあの。先ほどお話ししたように47都道府県の知財相合支援窓口もありますし、え我々のところだけではなくてあの、海外に進出したいとかです、ねまあ、ノウハウをどうやって守ったらいいかとか、まあ、いろんな相談を受ける窓口がありますので、ぜひとも皆さん、ご活用いただければと思いいまますすよろししくお願いしますありがとうございます。 はいえっ、ー、と私もですねあのー、まあまさに思っているのはあの大学まだまだ余地があると社会貢献できる余地があると思っておりますあのー、いろんなあのー、大学内外でいろいろ連携が発展してですね、えー、さらに日本が良くなればというふうに思っているところですまた最後宣伝ですけれどもあのー、こういう総額知財報告書ですねえっ、ー、とウェブにありますのでぜひご覧になってくださいまたウェブにはあのいろんな あの先ほどのエクステンションあの、イントロプレマーシップのプログラムの情報も載っておりますので、皆さんが利用できるものもあるかと思いますので、ぜひ、えー、ウェブ覗いてください。ありがとうございました。会社内起業家の向けのプログラムですね。はい、これはぜひ見たほうがいいです、ね。はい、<笑><笑>じゃあ最後にお願いいたします。あはいえー、っとですね まず本,当本日お招きいただきありがとうございました。普段あの JSE としてこういう場合に出ることも、必ずしも知財部がです、ね、あんまないので、まず我々もいろいろやってるんだということをあのちょっとご紹介できる機会でもありがたかったなと思います。で今ポテンシャルの、大学のポテンシャルの話もありまして、し、私もあの日々やっぱ活動を通じてです、ね、感じているところで、やっぱり、ね、特許を取らないとかもったいないなというのはやっぱあるんですよね。 えでまあそういうところはやっぱり引き続き、あのジェ JST も今日う話したように、ですねいろんな支援メニューありますので、あのご相談いただければなと、ご活用いただければなと思います。でちょっと丸2のそのですねファンディング事業の取り組みのところ、ちょっとうは走っちゃったんですけども、あのあのまあ、なんていうんですかね基本的にバイドールを適用して、大学がまあ出願するんですけど、大学が出願する場合も、われわれが支援をするということですので。 JST の,の課題ですね、採択されているまあ大学さんとかですね、ちょっと手薄なんで、人が欲しいときに、そこに限られちゃうんですけど、またまだ我の方にご連絡いただければ、ご対応させていただきますので、ぜひご活用いただければと思います。ありがとうございました。皆さんがねご発言されたように、日本の大学はまだまだ知財のポテンシャルあるということで、しかもあの特許庁をはじめとして、ですねインピット JST も含めて、絶大なる支援策があるということで、なんか日本の未来は明るいのかなと思います。 最後にお願いします。非常に内容の濃いですね、プレゼンテーション、そして議論をさせて,、えー、ていただいて、本当にありがとうご登壇の皆様、そしてあの特に辻丸先生、モデレーションをしていただいてありがとうございました。またですね、あのこちらの会場にお越しの皆様、また、えー、ご視聴の皆様あの、ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。時間の方が押してまいりましたので、進行をです、ね、司会の方に戻させていただきます。よろしくお願いします。はいご視聴いただいた皆様、ご登壇いただいた皆様、誠にありがとうございました。あのたくさんのご質問を お寄せいただきまして、すべての質問に答えられず申し訳ございませんが、たくさんご質問ご寄せいただきありがとうございました。あの本ウェビナーは一旦終了といたしますが、冒頭にも申し上げましたとおり、この後リアル会場でのネットワーキングタイムを設けております。ぜひリアル会場にお越しの皆様は、あの登壇の皆様と直接テーマに関して深いお話をしていただければと思います。はい、それではオンラインイベントはこちらにて終了いたします。長いお付き合いいただきましてありがとうございました。 ありがとうございました。